メトロイドドレッド。メトロイドシリーズが据え置き型のゲーム機で出るのは結構久しぶりなんじゃないですかね。まあスイッチは据え置き型なのかどうか微妙なところですけど、前回の 3DS のメトロイドサムスリターンズはがっつり遊びました。ただそれももう 3、4 年前の話なので、また思い出しながら遊んでいく形になるかもしれませんね。もうすごい楽しみ。おお、こいつはメトロイドだ。超人族によって開発された浮遊生命体の名称。すでに絶滅してんだって。誰だこいつは。 X、 すでに絶滅した惑星 SR388 の固有種と見られるゲル状の寄生擬態生物。天敵であるメトロイド以上に危険な生命体なので。おお、懐かしい。こんな話ありましたね。取り付いたよ。これはゲームボーイアドバンスメトロイドフュージョンの話かな。くっついてますね、べったりと。メトロイドが絶滅した惑星 SR388 は恐るべき生命擬態生物 X の巣窟と化していた。そうとも知らず、銀河連邦からの依頼で SR388 に足を踏み入れた私は X に寄生され、命の危機にさらされてしまう。かっこいい。やっぱりメトロイドフュージョンすごい好きなんだよな。メトロイドフュージョンもすごい面白かったですね。 X の天敵であったメトロイドの DNA から生成されたワクチンによって一命を取り留めたばかりか、 X に対抗しうる体質を持つ唯一の存在となった私は、緊急進行が発信されたバイオロジック宇宙生命研究所、通称 BSL へと向かった。今までのおさらいって感じですね。おお、擬態してるよ私に。X が擬態した数々の強敵、そしてフルスペック状態のかつての私自身に擬態した SAX との死闘を制した私は、無数の X が存在する SR388 に BSL を衝突させ、 X を惑星ごと消滅させることに成功した。おめでとうございます。時間が経ち、 X そしてメトロイドが過去のものとなりつつあったある日、銀河連邦本部にある映像データが送られてきた。おお、生きとるやんけ。まだ生き残りがいたんだ。そこには自然環境で活動する X の姿がはっきりと映し出されていた。検証の結果、差出人不明のその映像はフェイクではないことが判明し、発信源としてある惑星が特定された。へえ。今回の敵はその X なんだ。その惑星は ZDR。 その未知の惑星に絶滅したはずの X が生息するならば、銀河の平和を揺るがす一大事。なるほど。銀河連邦は直ちに7体の EMMI からなる調査部隊を派遣した。何ですかそれは。あ、こいつか。紹介映像じゃ暴れ回ってましたけどね。EMMI とは未知の生物の捕獲と DNA 採取に特化した構造を備えた大型調査ロボット。機動性に優れ、宇宙で最も高質とも言われる特殊素材でできてんだって。へえ。ところが連絡を絶ってしまったのね。やっぱり宇宙物ではありがちなストーリーですが、でもだいたいメトロイドの始まりはそんな感じですよね。ZDR で一体何が起きているのか、 X は本当に生存しているのか、現地に赴くことができるのは X に対する耐久を持つ私を置いて他にはいない。ストーリーは分かりました。なんか今回ホラー要素があるらしいんですよね。ホラー好きとしてはすごい楽しみなんですけどね。うわ、すごい綺麗。まもなく ZDR の大気圏に突入。わあ、綺麗だな。これだけ綺麗なサムスさんを見るのは初めてなんじゃない？
このミッションの報酬額は適切とは言えない。なんで？ちゃんとお金はくださいよ。想定しうるリスクに対して妥当ではない。あ、そういうことね。それだけ危険な仕事ってことか。大気圏突入。かっこいい。やっぱり宇宙物はいいですね。あら、スーツずいぶん変わりましたね、色合いが。どうしちゃったんでしょうか。おお、え、また超人族が絡んでくるんですかね。そのエレベーターはこの地下施設の奥深くへと続いているようです。電波状況が思わしくないんだって。ネット環境は悪いみたい。接続を試みるか、まずは。はい。え、誰？超人族ってやつ、これが噂の。いきなり敵を向けてるよ。全然効きませんね。おお、弾いた。今までのサムさんのアクションがここでもまた使えるんですかね。うお、意外とでかいねこいつ。やめて、撃たないで。なんか話しかけてきてたよ。しばらく気絶してたってことか。なぜ私は無事なんだろうか。あいつは敵味方どっちなんですかね。桜が咲いてるよ、すごい綺麗。お、いきなり操作できちゃうのね、すごい。B ボタンでじゃなくて Y ボタンでショット。お、なんだこれ。 L ボタンで狙いを済ませて撃てるわけね。 B ボタンでジャンプ。了解しました。なんじゃこいつは。こんな生物がうろついてるわけ。その背中のイボイボは何よ。スティックを操作しながら ZL でスライディング。おお、なるほど。ロックマンみたいですね。これでね。はい、了解です。おお、壊れた。まだあの、いて、何こいつ、怖い。まだあの黄色い扉は開かないんですね。何こいつ。こいつも気持ち悪いよ、かなり。こんなやつらしかいないの、ここ。よっ、よし。何ですかこれは。武器はすでに満タンです。武器を補充できるわけ。 R をホールドするとミサイルね。なるほど。よいしょ。まあ多分
今回の寒さも毛布ボールには慣れると思うので。何ここ、またマップかなんかをいただけるんでしょうか。装着。サムス、通信施設にアクセスできたようだな。たった今アップロードされた君のバイタルデータおよびビデオデータを確認した。データから君の身に起きたことはある程度把握できたが、意識を失った理由は不明か。とてつもなく大きな変化が私に起きたらしいですよ。やだな。その負荷に耐えかねて気を失った際に、君はアビリティのほとんどをまた能力が全部なくなっちゃった。探しに行く感じですね。ビデオを見る限り超人族の一種やっぱり。この状況では地表のスターシップへの帰還を最優先とすべきだが、君の現在地は ZDR の深部であることしか把握できていない。はあ、地上を目指せか。とっととこんなとこから帰りたいですね。地表に近づくためにも、当面はこれらの移動用設備を目的地として進んでいくのがいいだろう。エレベーター等ね。なお、スターシップの位置はグローバルマップにマーキング済み。はい。何？メトロイド DNA を体内に持つものは、メトロイドと同様に低温に極めて弱いか。じゃあ、寒い場所には気をつけましょうか。妨害電波のせいで通信、無線通信が使えないようだ。いろいろやることは多そうですね。元の私に戻るまで。マップか。マイナスは？オプション。明るさ設定。振動。アミーボって何に使えるんですかね。とりあえずは進みます。ムニュムニュしてんな。ちょっと早っ。常にあれか、Rボタンを活用していかないとダメっぽいですね。お、何こいつ。カニなんだかダニなんだか。でけえ。特定の攻撃に対してタイミングよくメレーカウンターを当てると弾くことができる。X ボタン。カチッと。よし。なるほど。これは 3DS 版でもあったアクションですね。こっち来い。こっち来い。オッケー。こっち来い。A みたいなやつがいるね。メレーカウンターでスタンした敵を撃破ね。あ、なるほど。アイテムも多く出してくれるわけだ。え、これ出ていくの？こっち？よいしょ。いい感じですね。上行った方がいいんですかね。よいしょ。カツッと。敵ではないわ。こっちはいけないですね。まだジャンプ力がすごい低いから、走りながら X を押すことで強力なダッシュ命令。走りながら X。 おお、あ、そういうのあるの。敵にダメージを与えられるか。お、かっこいい。何このかっこよさ。いて、今回のサムスさんはすごいかっこいい。まあ、いつもかっこいいですけど、特にかっこいい。これ開かないね。任天堂の、クラブ任天堂でポスター3種類が、なんかもらえる特典が出てきましたね。それは早速注文しました。マップ上で点滅している範囲内には隠されたアイテムが存在している。あ、ここに。そう言われましても、どこよ。あれかな。いただきましょうか。ミサイルタンクを入手。なるほど。最大値2アップ。17発撃てるようになりましたね。あっち側にはまだいけないですね。ずいぶん機械的な場所ですね。
何かの気配はしますけども。お、こいつか。どうやらぶっ壊れてるみたいよ。え、どうやって倒すのこいつ。完全に敵を向けてませんか。でかい。お、なになに。お、かっこいい。ZL スライディング、さようなら。こいつはまだ倒せないの、もしかして。すごい焦らせるんだけど、音楽が。登ってこれないみたいですね。随分壊れちゃってるね。何それ。あいつは X に寄生されて凶暴化してるってことなんですかね。冷たいわ。セントラルユニットから流れ込んだエネルギーによりサムスのアームキャノンがオメガキャノンへと変形した。何ですかそれは。オメガブラスター使用可能。ため打ちってこと ?L を押して、おう !R をホールドしてオメガブラスターをチャージ。 R、 あ、ため打ちだ。で、フルチャージ状態で Y か。え、できるかなこれ。離すんじゃないんだ、L ボタンを。え、これで倒せるってこと?あ、いなくなっちゃった。え、あいつを倒せってこと?やだ。うちょい!やめて!はい?なんかしなきゃいけなかったの?え、どっから?溜めて、あ、来た。あ、そういうことね。ここで撃てと。この野郎。よし。びっくりした。いきなり瞬殺されましたね、さっき。あら。消えてっちゃったよ。オメガキャノンが元のアームキャノンへと戻った。あ、戻っちゃうんだ。こっちかな。本当に探り探り進んでいく感じだと思うので。ここは来た場所、ここさっき来た場所か。よいしょ、失礼します。なんだここ。何に、おお、起動した。あ、超人族だ。セーブです。セーブポイントね。かっけー。なんか今メトロイドシリーズ、メトロイドの4だっけが開発中らしいので、一旦その何、開発途中だったんですけど開発中止になっちゃって一から作り直してるみたいですけどね。なんかそっちの続報もこれから楽しみですけどね。ここ行けませんぞ。あ、ここになんかありそうだ。お、水が抜けたよ。ムービーがちょろちょろ挟まりますね。すごいいいですよ。映画みたい。アルタリアなんだね、ここは。ちょっとよくわかりませんね。全く壊れませんね。ん?下?暗い。こっちに入り口がありますよ。
しかし行けない。ここはミサイルで開くってこと？違いましたね。もうちょっとパワーアップしないとダメなんだ。わ、いる。これは紹介映像のやつじゃない。それは効かないみたいよ。逃げるしかないんじゃない、これ。あ、ミサイル全く効果ないですね。おお、怖い。ちょっと待てよ。この R がまだ覚えてないな。ついてきてるよこいつは。ストーカーみたいに。さよなら。私を殺せとプログラムされてるわけ？あ、開かない。どうしたらいいのこれ。諦めたか。外に出ちゃいましたよ。あんな哺乳類っぽいやつもいるんだ。どっち行こう。マップ、どっちも行けそうですね。上から行ってみましょうか。よいしょ。あっち側行けるかな。よっ、なんだねこれは。あ、行けちゃう。え、セーブポイント、結構セーブポイント至る所にありそうですね。あ、違うわ。ここまで遭遇した MMI は2体とも明らかに君を捕獲対象としていた。何らかのハッキングが行われてシステムが書き換えられているのだとすれば、すべての EMMI が同様であると考えるのが妥当だろう。うん。EMMI は特殊なパルスを発することで検知範囲内の空気の振動、つまり音を感知するんだ。あいつ音を感知した EMMI は警戒モードへと切り替わり、探知地点まで移動してくるため、君が EMMI の視界に捉えられる危険性が一気に跳ね上がるのだ。確認されてしまうとターゲットとして認識され追跡が始まる。追跡モードの間は行動区域 EMMI ゾーンのゲートは封鎖されている。あ、まあ、そういうゲートがあるんだ。この極めて危険な状況に陥った場合は全力で振り切れ。できるかな。あいつに出会ったらとりあえず逃げるってことね。捕獲されてしまった場合、君は 99% 以上の確率で即死。やだよ。あ、そうなんだ。完全無欠か。特殊なエネルギーがない以上、EMMI との接触を回避に集中する。わかりました。私の命が第一ってことね。セービング。怖い。なんかこんなゲームあったな、ホラーゲームで。クロックタワーやってる気分ですね。こっち？あの赤いやつは爆発するんだ。これ取れないですね。これは毛布ボールじゃないとダメなのか。そうか。なんか嫌な予感がする。またあいついるんじゃないだろうな。ここはどこじゃなくて、ここは来たところですよね。逃げ込んだところだよな。あ、違う。満タン。あ、ここ行けないっすね。ん？ここ初めての場所？ここはいけない。これ上は？
え、なんか早速、お、あ、いた、うわ、ちょ、すごい必要に追ってくる、あいつ。ささ、とりあえず見つかんなきゃいいんでしょ。おおおお、お、水の中へ。いて、なになに、あ、これなにこいつ、いや、死ぬ。あいつは敵なのかい。そして私の頭上にまた身を竹林なものがありそうですよ。ここも行けないですね。モフボールを手に入れるのは結構先決みたいだな。セーブポイント、ここは嬉しい。バイオハザード的な休憩所ですね、ここは。そしてまだわからない部屋に来ましたよ。こう上にエネルギータンクがある、あれは欲しいね。こっちから。あ、なんかある。あ、あ、あ、え、今取れたかな。なんか取れたような気がする。ここはいけないですよね。全然行ってないルートですね。すんごい広いんだけど。ミサイルも積極的に使ってって良さそうですね。こっちか。そして、あ、ここ行けない。行けない。え、困ったな。ちょっとしゃがめませんかね。行けないんだね。水が抜けたということはこっちにも何か影響したってこと？あ、本当だ。行けるようになった。よし。そしてまたデータをいただく感じ。ずっぽしと。何ですかこれは。マップ？マップデータをいただきました。セーブします。セーブポイントが細かくあるからありがたいですけど、マップ上の黄色の部屋はセーブができる場所。あ、なるほどね。紫色の部屋は他のエリアへ移動するためのエレベーターね。まだそれはなかったですけどね。広い、とにかく広い。下行っていいのかね。上行ってみましょうか。ここでろ。よし。こっから上は、あ、行ける。覚えとかなきゃいけないですね、まだ行ってないところを。こっち来いや。行って、こっねろ。お、あ、ここさっきのとこだ。やったね。じゃあ戻った方がいいってことか。これはちょっとマップを読むのが苦手な人は厳しいゲームなんじゃないですか。自分もそんなに得意ではないけど。硬い。このちょっと画面が暗くなった時はあいつがいそうですね。やっべー、いって、お、あ、死ぬのこれ。さよなら。クソ無理、そんな急に出てこないで。クソ、この画面がちょっと薄暗くなったところは気をつけなきゃいけないですね。いや、そう言われてもね、
私も、おうおう、あいつ意外と細かく警備してるな。行けるとこ他にある？ここどうやって行くんだろう。すんごいうざい。ここどうやって行くんですかね。全然ダメだな。ちょっと待てよ。ここでしょ、さっきのところは。ここにアイテムがある。アイテム、アイテムを取りに行ってみましょうか。近くにいるなあいつ。お、嘘、すごい察知しますねこの野郎は。でも逃げるのは意外と簡単。ここか。お、出た。え、どういうこと？どういうこと？あそこの隙間に入れるようになったってこと？すごい鬱陶しい。何気に私を察知してるね完全に。あの黄色信号になるそのなんつうの範囲もすごい広いから、なかなか自由に探索できないですねこいつがいると。ここでしょ？ここはまだ行けないってこと？進めませんね。うーん、どういうことだ？ここ気になるな。この反対側は何だろう？なんかあるんですかね？あ、なるほど、そういうことね。これで行けるわけだ。さようなら。おお、すごい怖い。あ、ここにもいるんじゃないあいつ。来た？あ、よかった。ここはどこだ？確かにホラーゲームだ、これは。なんか、いただきましたけど。なんだろう。ここ多分くっつけるんでしょうね、能力があれば。あそこにミサイルタンクがありそうだ。おお、お、下にも行けるよ。あ、寒い。冷却ゾーンだ。なんだねこれは。ミサイルで壊してみる。よし、こっち来るんじゃね。まだこの L ボタンの使いがパッとできませんね。お、アイテムじゃない？モフボール？いただき、チャージビングだった。これであのオレンジの扉が開くようになりそうですね。チャージビーム、ビームエネルギーを貯めて一気に放出。 Y をホールドでチャージ。長押しってことね。で、フルチャージ状態で回転ジャンプするとチャージアタック。あ、これ、へえ、ほい、よし、これで随分行動範囲が広がりそうですよ。あ、最初のところに戻ってきた。あ、そうやって一周するんだ。こっち来い。
よく見ると意外と可愛いね。パチッと。さよなら。なるほどね。それでまだ行ってないところは、ここ行ってないってこと？上？ない？ここ行ってないっすね。あ、そうなんだ。あ、そうか、こっちは行けないんだ。早速迷い始めてますけど、よいしょ。いて、意外と硬いなこいつ。一応ビームは溜めといた方が良さそう。ここは初めてですよね。なんかえらいでかいものがいるんじゃない？ここ、やめて。お、いいものがありそうだ。そこにエネルギータンクじゃない？あれ、いた。やったね。エネルギー最大値が100アップ、嬉しい。よいしょ。意外と今回のサムスさんはすごい動作が機敏だぞ。サクサクいけるな。上にはまだいけない。また貴様か。待て、嘘。ちょっと攻撃してきて。いただきです。これは迷いそうだ。すごく迷いそう。こっちはいけないから。あれ、これ来た道か。なんか覚えがあるぞここは。こっち側にまだ行けない道があるのかね。すごい鬱陶しいな。コツッと。こっちはいたでしょ。この上はどうだったっけ。セーブポイントがあって、こっちは行ったんですよね。ここは行けてないってこと？セントラルユニットゲート。忘れちゃった。こっち、どういうのだったっけ？こっち多分行ったな。こっちは違うのか。くそ、迷うな。とりあえずはチャージビームで開くようになったから、その扉を探していきたいんですけどね。まずセーブしておきましょうか。ボスまでは多分いけないと思うんですけどね。なんか霧のいいところでボス戦まで行きたいんですけどね。ここはいけてない。お、アイテムが。しかし取りにはいけない？ん？なんだこれ。ここ覚えておかなきゃいけないですね。お！ここはどこよ。すごい怖いんだけど。あいついるんじゃない？やっぱりね。クリクリしないでよ、ちょっと怖いから。マップを見て、ここはでも来た部屋ですね。ん？こっち？上は行けないから。すごい音音しながら進んでる感じですけどね。痛い、おい。
やめてこないで。はっ。え、それで、もうすぐ。考える暇がない。とりあえず逃げないと。ちょっと待って。やばい。いっちゃうぞ。やめて。コンティニュー。本当に即死ですね。マゴマゴしてちゃダメだな。ここ何もないよね。なんかここにありそうなんだけど。セントラルユニット。ん？この空間はこっから入るのか。ここでしょ？ここはどうやって入るんだろう？入る？扉なのか、これは、そもそも。マーカーつけといた方が良さそうですね。なんか分からなくなってきたな。で、ここは行けるのかね？行けなさそうか。あいつ襲ってくるでしょ？さっきここで死んだんですよね。この先行った方がいいってこと？あいつ来ますよね、多分。すごい怖い。ちょっ。おっ、やば。合ってるのかな、このやり方で。今のとこ下にも行けそうだな。こっち下行っても一緒か。あ、ここか、また。危ねえ。こっち。お、やったね、ミサイルタンク。あ、取ってなかったっけ、これ。なになに、なんかいる。閉じられちゃいましたね。ここはいけない。感知ゲート、感知されちゃったからいけないってこと？ん？アクセスステーション、ここセーブか。あ、ここ行ってないですね。ちょっとセーブしてドキドキしてくる。しかし面白すぎてやめときがないぞ。お、ここは初めてですよ。そして、あ、危ねえ、おねろ。変な球投げてこないで。アイテムゲット、ミサイルタンク。よし。上は何か、いて、何これ。あ、上にも行ける。こっち来い。いて、意外と強いね、この攻撃。必ず当たっちゃうよ。二人がかりは汚いっすよ。こっち行けないっしょ。お、何これ、通路。あら、すごい、ね、溶岩の星なの、ここは。何かエネルギー的なものを吸い取ってますね。何それ、すごい文明を持ってたんですね、超人族ってのは。ここ行けんのかな。開く。随分部屋が細かく。うわ、あちゃあちゃあちゃ。熱いのもダメなのね、まだ。あ、全然ダメだ。こっち来いや。開いて。アイテム持たせ。いただき。こっちも多分熱々でしょ。
あ、大丈夫だ。裏切ってくるね、いつも。セーブします。なんかボス戦が近そうな気がするんですが、気のせいかしら。こっち行ってみましょうか。上は何のためにあるんだ、この通路は。ん？なんだこれ。ずっぽし。サーマルエネルギーの供給先変更？おお。あ、それでオープン。あ、そうやって扉を開ける方法もあるんですね。なんかすごく嫌な予感がしてきた。これ上は開くってこと？ここはさっき通った場所か。ここ行ったところですよね。ちょっと戻って、私がサムスさんだったら多分一日持ちませんね、こんなところで。とてもマップが覚えられない。こっちが行ってないですよね。おう、行けない、行けないんだ。いけない。感知ゲート、え、どうやって感知しなくて済むようになるんだろう。やっぱこっちか。こっちって通行負荷、こっから入れるってことかな。ここ行くでしょう。そのエネルギーの供給先が変わったから、それによって行けるところがあると思うんですけどね。ここもちょっと覚えておかなきゃいけませんね。ちょっと待ってよ、一応メモっといて。この玉コロ出してくるフンコロガシはすごい強いぞ。あ、痛い。くそ、痛い。痛い痛い。死ぬから。こっち？あ、この供給先が変わった。これをたどっていけばいいってこと？ここは。ここは開きませんね。え、どういうこと？すごい迷ってるな。でもこれがメトロイドなんですけどね。銀河連邦のアーカイブには君を襲った者の詳細なデータは存在しなかった。しかし超人族から派生した武闘型の民族の存在を示す記録が残っていた。へえ。超人族のそれと類似する建造物等が存在するこの惑星は彼らの母星と思われる。はあ、あ、私をおびき寄せるための映像かもしれないってこと？企みがあるやつがいるんだね。マグマ供給装置を稼働させたことで閉じられたゲートの動力が戻っている。そしてあの特殊なエネルギーの取得を試みよう。すでに理解していると思うが、どうやら1体目を撃破したあのエネルギーは一時的なもので、 EMMI を撃破すると消滅してしまうようだ。あ、そうでしたね。
6体。本当にエイリアンみたいになってきた。映画の。殲滅していく感じか、1体ずつ。オープンしたよ。満タンです。あ、この下ね。そして、あいつがいるよ。この感じは。怖い。あ、なるほど。ここか。ここが開くんだ。こいつは倒せないのかね。ん？なんか飛び乗っちゃったけど、偶然にも。この先も行ってないですよ。ちょ、来ないで、お願い。お願い、来ないで。もうあとは私が逃げるだけだ。ここはどこ？この先か。あいつをかいくぐっていけってことね。そう言われましても、こんなストーカーから逃げなきゃいけないの？マップ、この先さ。おお、あ、こいつか。さっきからギョロギョロしてたやつは、あ、ボス。ボス戦になったよ。おお、怖い、痛い。地味な攻撃やめてよ。危ない。え、どこだろう弱点。溜めて、一発かましてみて。ミサイルかな。え、聞いてる？ちょっと待ってよ。聞いてそうな、聞いてなさそうな。聞いてないですね、これは。どこだろう。まず、これを壊したいですね。じゃなくて、あ、ちょっと待ってよ。これで跳ね返すってこと？違う？違う。あれ？これミサイルってどうやって使うんだっけ？あれボタンか。あ、でも、もう撃てないぞ。なんで？あ、壊れない。え、どうすればいいのこれ。全然わからん。食らってんのかねこれ。あ、食らってた。なんそれ。目玉だったのね。ゼルダにもいたな、こんなボスが。むき出しになればもう怖いものはないって感じ。さようなら。なんだ、分かってみれば大した敵じゃなかったですね。なんか来てるんだけど。カチャッと。かっこいい。セントラルユニットから流れ込んだエネルギーによりサムスのアームキャノンがオメガキャノンへと変形した。あ、またか。オメガブラスター使用可能。L を押してエイムカメラモードに入る。で、ん？あ、これ？お、すごいかっこいい。おお。で、またチャージね。いろいろ操作が多いね。覚えられるかな、これ。すごい、自信ないんだけど。こっちから来るよね。来た来た。で、おうおお、ちょっと一旦逃げよう。で、溜めて、
こっち来いや。オッズです。よし、怖くはないわ。この能力がね、常に常備できればいいですね。これから消え去ったよ。やったね、スパイダーマグネットを入手。なんかくっつけるところがあったっけ。スパイダーマグネット、磁力を発生させることで青いマグネットのサーフィスの壁や天井につかまることが可能。ところどころありましたね。あー、天井もいける。これでまた新たな場所に進めるようになったってことね。わかりました。ちょっとやめときが本当にないですけど、こんなところでセーブしましょうか。すげえ、先に進むのがすごい楽しみだけど、とりあえず EMMI、 あいつにはもうすげえ、できるだけ会いたくないんですけどね。少しずつ倒していく感じでしょうね。すごい中途半端ですが、お疲れ様でした。